皆様こんにちは、小川武雄と申します。今日は北は北海道から南は九州沖縄まで、日本全国から多くの皆様に、ここ品川にお集まりいただきまして本当に厚く御礼を申し上げます。朝11時から、多くの先生のお話がずっと延々と続きまして、皆さんお疲れかと思いますけども、私のこの話が今日セミナーとしては最後になりますので、お付き合いをいただければと思います。約1時間ぐらい、を時間として考えております。それで、私はさっき司会の方からご紹介ありましたけども、金融機関にずっと勤めてました。去年の3月まで、金融機関にいましてずっと融資をやってました。最初はまあ外回りの営業をやってたんですけど、その後融資をやって審査という仕事をして、実際多くのお客様と接して仕事をしてきました。まあ、そういう経験をもとに今日ここで皆様に私のお話をして、少しでも皆様のお役に立てればいいなと思います。で、ちょうど今ですね、私もこの話を受けた時は気軽にいいよということで、融資の話ということで話を受けました。銀行と仲良くするにはどうしたらいいかという、まあ、今日はつながりというテーマでお話をしますんで、まあ、そういうことでお話をしますけども、ちょうど今年入ってからですね、特に不動産に関しては銀行はかなり融資占めてますよね。だからちょうどなんかすごいタイミング悪い時に私もお話しするなとなかなか話をしづらいなというのは、まあ、正直なところなんですけども、まあ、お話をさせていただきたいと思います。でまず私は今まで3人の先生みたいにあまり表立ってセミナー活動もしてませんし、本も書いてないんで、まず誰、小川とは誰だというふうにお思いの方も多いと思いますので、まず私の自己紹介からお話をしたいと思います。名前は小川武雄と言います。これは名前はどうでもいい話なんですけど、西日暮里にある諏訪神社につけてもらいました。すみませんね。で昭和45年1970年に生まれています。ちょうど、今年39になります。生まれは東京の豊島区駒込というところに生まれました。今は埼玉県に住んでおりますけども、もともとは東京におりました。趣味ですね、ゴルフ、旅行、読書。ゴルフはですね、私大学生の時にゴルフのサークルに入ってゴルフやってました。といっても別に家が金持ちでも何でもなくてですね、ゴルフの練習場でバイトしてタダで球打って、キャディーのバイトしてタダでコース回ってて、それでゴルフやって今でも趣味としてやります。最近はもう全然ゴルフ行く機会もなくなっちゃいまして、去年も2回しか行ってなくてですね、たまたま来週の日曜日に久々にゴルフ行くことになりまして、昨日9ヶ月ぶりぐらいにクラブに行って練習場行って、まあちょっと体慣らしをしてきたなというところです。であとはまあ旅行ですね。旅行も、まあ、海外はそんなしょっちゅうは行かないんですけど、温泉旅行とか行って、先週の週末も長野県の白骨温泉ってとこ行ってまして、あそこは硫黄泉つって乳白色のお湯なんですね。で結構使ってるとですね、体にこう硫黄の匂いが染みつくんですけど、ちょっとまだ硫黄の匂いが取れなくてですね、ちょっと電車の中乗るのすごいはばかれるという状態です。まあ、あとは読書、まあ、最近は週1冊読めるか読めないかぐらいなんですけど、まあ、そんなところで、まあこういう人間です。で、国家資格と書きましたけど、これサラリーマンの時に金融機関に行った時取ったんですけど、宅地建物取引主任者、あとファイナンシャルプランナー一級技能士というこの2つの資格があったんで、結構融資に関しては、高度な融資も取り扱うことを、まあ、会社の中では任せられてました。こんな感じですかね。でまあ、ざっと経歴をお話をさせていただきます。大学卒業した後、まあ東京都内のとある金融機関に入りました。で外でそこで、外回りの営業を、まあ、一軒一軒こう回って集金とかする仕事をしてたんですけど、その後融資担当になりまして、いわゆる融資の受付というところに座ってました。皆さんが銀行行った時に融資のカウンター行って最初に応対するあの人間を私ずっとやってました。でその段階そこで受付して、大体不動産向け融資、あとは企業向け融資をかなり担当してましたね。で年間数十億円の融資を取り扱うというふうに書いたんですが、ちょっと計算はしたことないんですが、まあ、100億は年間は扱ってはいないはずです。まあ、不動産だけじゃなくて金融企業向けの融資もやってますんで、
まあ、でも月に10億円ぐらいの融資実行とか新規でやることもありましたんで、まあ、60億か70億ぐらいはやってたんじゃないのかなというふうに思います。で、次ですね、不動産融資に関しては破産者を生み出していない、返済遅延もなしということで、これはもう私の誇れるところかなと思うんですけど、まあ、破産っていうのは確率としては低いんですね。破産者が出るっていうのは、破産まで行くっていうのはなかなかないんですけど、私が不動産に関して融資をさせていただいた方に関しては返済に苦しむ方も一人もいない。それはまあなかなか貢献できたのかなというふうに思います。で、昨年ですね、妻が勤めていた金融機関を辞めまして、まあ、コンサルタントとして独立して、まあ、融資相談を受けたり、こういった形でセミナーでお話をさせていただいております。で、これがですね、私がずっと販売、今でも販売してるんですけど、アパートローン必勝マニュアルというのを、これは本当に金融機関で勤めてる時から売ってました。会社は副業禁止なんですけど、そんなの無視して売ってました。で、今日もこれから、まあ、融資とか全般的なお話はするんですけども、実はこのまあマニュアルでもそうなんですけど、融資のお話ってこう一対多数で話をするって実は非常に難しいんですね。で、なんで難しいかって言いますと、融資って借りる方によって全然答えが変わってくるんですよ。で、不動産投資に関する融資に関しては、不動産と借りるお客様のマッチングによって答えが全然違うんですね。ですので、1対1で話をするときと大勢の前で話するときとは全く違います。1対1で話するときはその方の属性とか状況に応じて答えが出せるんですけど、こういうふうな皆さんの前でお話しするときは根本的な考え方とかそういうことで、お話をせざるを得ないんで、ちょっとそこだけご了承ください。まあ、それで、あくまでもこれのマニュアルにしても、今日お話しすることにしてもベースになります、基本になります、基本のお話をさせていただきます。あとはそれを皆様が個人個人に合わせて応用していただくだけです。そこを覚えておいていただければと思います。それで今日はですね、お話の流れといたしましては、まずまあここに銀行は何を考えているかって書きましたけども、基本的な融資の仕組みとか融資の流れ、それをお話をいたしまして、銀行が何を考えているのか、特にどこを重視して見ているのか、あとはそうですね、不動産業界の1、2棟で買って、あとその先進めない人とその後もずっと進めている人がこう明確に分かれます。その違いは何か、それとそういう人たちがうまくどうやって金融機関とうまく付き合っているのか、で最後今の金融情勢の変化と今後どういうふうになるか、そういったところをこれからお話をさせていただきたいと思います。